福島空港公園は福島県須賀川市及び玉川村にまたがる場所に位置する県営公園。名の通り福島空港に隣接する公園管理者は福島県福島空港事務所。1988年に着工し、1993年一部オープン。県のシンボルとなる広域公園として地域振興、国際交流、 地球科学に重点を置いた整備を行っている。全体で328.6ヘクタールが公園として位置づけられており、このうち15.8%にあたる52.1ヘクタールが現在までに整備されている。空港を取り囲む形で3つのエリアのエリアが点在しており、それぞれが数キロメートル離れて位置し、駐車場もそれぞれに用意されている。 毎年5月には、福島空港と東公園を会場に、春の福島空港祭りが行われ、ウルトラマンなどのショーや、トーイングトラクターが引くトロッコによるツアーなどが実施される。空港ターミナルビルから、福島県道63号フルドノ川線を渡ったところに立地。入り口広場、多目的広場、展望広場、見晴らし台、日本庭園、売店。 管理棟などが配置されている。旧地球科学エリア。滑走路の南西側に立地。野外活動広場やお花見広場が整備されている。滑走路の西側。施設等は建設されていない。滑走路の北西側に立地。多目的運動広場は、事実上サッカー場であり、東北社会人、サッカーリーグ一部の公式戦が開催されるなどの利用が図られている。 他にフットサルコート、テニスコートが整備されている。ありがとうございます。